城門をくぐるとそこにはさっきまでと同じ景色が広がっていた。茶色の岩山が続く草一本ない大地。旅人は一瞬魔法にでもかかって外に出てしまったのかと思った。後ろを振り返り、たった今無人で入国審査を済ませた城門を見る。確かにここが国の中であることを確認すると、旅人は再びバギーを走らせた。谷間を縫うように伸びる一本道を、茶色い土煙を立てながらバギーは走った。もう何日も同じような景色の荒れ地を走り続けた。たどり着く城壁の中には、高いビルが並ぶ大都市が広がっているものと旅人は思い込んでいた。ここに来る前に聞いた話では、この国はとても清潔な建物が並んでいて、その中で一生暮らすこともできるほどだということだったのだ。小さな岩山をいくつ越えただろう。本当にここがその話の国だろうかと旅人が不安に思い始めた頃、岩陰を抜け出たところで道が左右に分かれていた。道しるべはない。旅人はバギーを止めて、それぞれの道の先をスコープで覗いた。右の道の先は少し上りになっていて、左側に二こぶの山が見える。左の道の先には森が広がっていて、その先は見えない。これは山間だなと旅人は思った。そして全くの当てずっぽうに進むべき道を選んだ。旅人は再びバギーを発進させ、右の緩やかな坂道を登っていった。やがて道の左右に野草が並び始め、茶色の大地に緑が点々と混ざり出した。さらに進むと道の脇に巨大な緑の円が現れた。中心部に水をまくスプリンクラーが見える。畑だ。いよいよ人の住む場所が近づいてきたことを感じ、旅人はバギーの速度を速めた。そして左手にある二こぶの山を越えた盆地に村を見つけた。いくつかの建物とその周りに開墾中の畑が碁盤状に広がる。ビニールハウスの光がキラキラとまぶしい。田園ののどかな風景と暖かな日差しが旅人を心地よい眠りに誘った。こんにちは、旅人さん。自分は第三特殊警護隊のコール注意です。バギーを止めてうとうとしかかった時、一人の青年将校が近づいて話しかけてきた。年は20代の前半ほど。緑色の軍服を着ている。村人の多くは畑に出ているので、昼間は彼が一人で留守を預かっているという。コール注意は旅人を高台にある郵便局へ案内した。コンクリートで作られたそっけない2階建てで村と畑が一望できる。畑で働く人々の様子が小さく見えた。それはシティのことですね。この国には清潔なビルがたくさん並んでいるはずだと旅人が思っていたことを聞くと、コール注意がこう答えた。この国の国土は広大で、この村のような開拓地と中心部のシティとでは外観も人の生活もまるで違うらしい。シティでは
旅人が聞いていた通り、建物は内も外も除菌処理され、人々は清潔に保たれた空間で快適に暮らしている。その周辺には領土拡大政策によって新しく開墾された土地が広がり、広大な荒れ地の中にいくつかの開拓村が点在しているという。ここはその一つ、第42開拓村です。ここでは人は土に親しみ、自然に直接触れる素朴な生活をしている。シティの生活からは失われたものがここにはあるんですと、コール注意は働く人々を慈しむように見つめながら旅人に言った。彼がこの村を愛していることがその表情からも伺われた。コール注意は今からシティに向かっても夜遅くになってしまうだろうから、今夜はここに泊まるといいと言ってくれた。旅人は注意の行為を受け入れることにした。こんにちは、注意さん。手紙来てる？二人が話しているところへ突然元気な声が飛び込んできた。いらっしゃい、ローグ。そろそろ来る頃だと思ってたよ。ローグと呼ばれた少年は爽やかな瞳を持つ男の子で、年はまだ10代の前半と見えた。あ、お客さんだった？ごめんなさい。コール注意から旅人のことを紹介されると、ローグは礼儀正しく挨拶した。そして世界中を旅しているなんてすごいと言って、旅人を尊敬の眼差しで見つめた。その間にコール注意は事務室の棚の引き出しを開け、一通の手紙を取り出してきた。はい、これだね。ローグの顔が輝いた。それがとても大切な手紙だということがその顔からも分かった。そうだ、ローグ、旅人さんを村に案内してあげてくれないか？いいよ、喜んで。旅人さん、いかがですか？小さな村で自慢できるようなところは何もありませんが。旅人はぜひと答え、ローグによろしくと手を差し出した。握手した少年の手は柔らかく、そしてたくましさが感じられた。ローグと共に郵便局を出ると、旅人は手紙のことを彼に聞いた。誰にも言わない？ローグは念を押し、旅人が約束してから話してくれた。これはシティにいる友達からの手紙なんだ。その子はずっと病院にいて。旅人さん、シティに広がっている病気のことは知ってる？ローグは続けた。その子もその病気にかかってしまって、ずっと病院のベッドに入ったままの暮らしを続けているんだ。でもね、その子はきっといつか治療法が見つかるから、それまで病気に負けないって言ってるんだ。旅人は尋ねた。学校の友達かい？と尋ねると、ううん、病院で知り合ったんだ。君が病院に？と旅人が不思議そうに聞くと、開拓団に合格するためには病院で健康審査を受けなければいけないんだ。その時、病院の建物の屋上にある展望室で
初めて会ったんだよ。そう言ってローグはこの国の開拓団の仕組みについて簡単に教えてくれた。この国のシティでは人々は清潔にこだわるあまり自然に直接触れる機会が失われていった。快適さを享受していたはずの人々もだんだん土に触れ、森の空気を吸い、太陽の下でのびのびと暮らす生活に憧れるようになっていった。だが免疫力の低下したこの国の人間をいきなりシティの外に出すのはあまりに危険だ。そこで うちも家族でその審査を受けたんだ。その時本当は勝手に入っちゃいけない展望室に行っちゃったんだけど、彼女がかばってくれたんだよ。どうやら相手は女の子らしい。旅人はそのことには触れずに会話を続けた。ローグは彼女との文通について話してくれた。お互い迷惑にならないように1ヶ月に一度って決めて、こっちは思ったよりすごいところだけど頑張ってるって書いたら、彼女とても励まされた。自分も負けないように頑張るって。ローグの言葉からは女の子に対する気遣いと敬意がにじみ出ていた。僕は将来医者になりたいと思ってる。それまでに彼女の病気を治す方法が見つかってたらいいけど、もしまだ発見されてなかったら僕が絶対彼女を治してあげるんだ。それからローグはひとしきり村の中を案内してくれた。畑の開墾の苦労、最初の収穫があった日の喜び、今育てている野菜の成長について。熱心に話してくれるローグを見て旅人はきっとシティの彼女に宛てた手紙にもこの村の様子が生き生きと書かれているのだろうなと想像した。日が落ちようとしたので旅人はローグに礼を言って別れ、郵便局に戻ることにした。別れ際にローグは、手紙のこと絶対秘密だよ、注意さんにも言ってないんだから、と念を押した。旅人は微笑みながら分かったと約束した。郵便局に戻る坂の途中でふと振り返ると、家路に戻るローグが畑から戻ってきた両親と一緒になるところだった。一目で仲の良い家族だと分かる。団らんの風景が想像されて旅人は温かい気持ちになって微笑んだ。郵便局に戻ると奥の部屋からコール注意の声が聞こえた。独り言のようにも誰かと話しているようにも聞こえる。何かキーを叩くような音がカタカタ鳴っていた。今夜了解、村の入り口にて待機されたし。声の調子が妙に暗い。何か装置のスイッチを切る音がして会話が止んだ。こちらに戻ってきたコール注意は旅人を見ると、お帰りなさいと言っただけで事務机に向かって書類の整理をし始めた。奥には誰もいない。旅人はこの建物の屋上に大きなアンテナがあったことを思い出した。コール注意の様子に奇妙なものを感じた旅人は尋ねた。奥の部屋のことを聞くと、コール注意はいぶかしそうにこちらを見た。さっき声がしたからというと、なるほどと言って簡単に説明してくれた。この国の無線電信システムですよ。
やはりあの大きなアンテナがそれらしい。これは軍だけが持っていて、しかもよほど大事な連絡の時だけに使用されるのだという。なら先ほどの連絡は何だったのか。旅人は喉まで出かかった言葉を飲んだ。コール注意の態度が、それは聞くなと言っているようだった。全身から張り詰めた気が出ている。これ以上聞くと危険だ。旅人の感覚がそれを教えてくれていた。食事は採れたての新鮮な野菜を使った素朴だがとても美味しいものだった。話題がローグの手紙のことになった時、コール注意がふと、彼女の病気も治るといいんですが、と漏らした。ローグは注意にも話していないと言っていたのを思い出し、旅人は妙だなと思った。食事が終わり、用意してもらった部屋に戻ろうとすると、コール注意が旅人を呼び止めた。旅人さん、お願いがあります。私は任務があって今夜遅くに出かけることになりました。その間絶対にここを出ないでいただきたいのです。できれば眠っていてください。お願いというより命令だなと旅人は思った。語気の強さがそれを物語っていた。旅人は分かりましたと答えて部屋に引っ込んだ。夜、旅人がベッドに入って明かりを消してからしばらく経った時のことだ。ドアが開いてコール注意が出ていくのが分かった。カーテンの隙間から覗き見ると、何かマスクのようなものを口に装着し、大きなボンベを四輪駆動の小型車に積んでいる。やがて小型車は村の建物がある方へ向かった。旅人は言われた通り部屋を出るまいと考えた。彼が軍の任務で何かをしようとしていることは明らかだった。余計なことをすると取り返しのつかない重大なことが起こってしまうのが旅の常だ。再び布団に潜り込んだ旅人だったが、やはり気になってもう一度カーテンを開けて外を見た。村は白く霞んでいた。霧？旅人は一瞬そう思った。だがすぐにそれは違うと分かった。その白いもやは村の建物がある周辺だけに漂っている。しかも重く下に垂れ込めるように固まっていた。旅人はコール注意が運んでいたボンベのことを思い出した。突然ローグのことが頭に浮かんだ。家族や畑で働く人々のことも思い出された。旅人は行動を取るべきかどうか迷った。旅人は起き上がってハンドパースエイダーのホルスターを装着し、そこにリボルバーを収めた。カバンの中を探って他の国で手に入れた防護マスクを取り出し部屋を出た。郵便局から坂を下り、村の建物が近づくと白いガスが辺り一面に垂れ込めているのが分かった。旅人は少し離れた茂みに隠れて様子を観察した。静かだった。白いもやに覆われた村の中で一人だけ動く人影があった。コール注意だ。彼が
例のボンベでガスを噴霧しているのだ。やがて彼は一軒一軒の家を回って中の人間を運び出し始めた。村人たちは皆ぐったりと眠っていた。生きているのか死んでいるのか旅人にはわからなかった。コール中尉が作業を続けているとゴーッとうなるようなエンジン音が聞こえ、軍の大型トラックが到着した。数人の軍人たちが降りてきた。皆コール中尉と同じ制服を着ていて、口元にはマスクを装着している。彼らは荷台の扉を開けて村人たちをそこに放り込み始めた。まるでゴミの回収でもするかのように手際よく淡々と作業は行われた。旅人は一人一人荷台に拘束されていく作業をただ黙って見ていた。最後の数人が乗せられようとした時、旅人は思わず「あっ」と叫びそうになった。ローグだった。彼は今自分に何が起こっているのかも知らずに、穏やかな顔で眠っているように見えた。旅人はただ黙って見ているしかなかった。やがて最後の一人がトラックに乗せられ、荷台の扉は冷たく音を立てて閉ざされた。去っていくトラックの姿が完全に消えるまで旅人はそれを無言で見送った。ことが終了して再び村の方を見た時、旅人はハッとした。コール中尉の姿がない。そう思った途端、背後から強い力で掴む腕があった。右腕で顎を持ち上げ、左腕でじりじりと締め上げる。旅人の口元から防護マスクが外れ、ガスが鼻孔と口から肺に流れ込む。息苦しさと同時に神経の麻痺を感じる。部屋を出るなと言ったのに。旅人は薄れゆく意識の中、すべてが幻のように消え去っていくのを感じていた。はっと目が覚めた。暖かい日差し、のどかな田園風景。バギーの運転席で目覚めた旅人は一瞬自分がいる場所を思い出すのに時間がかかった。そう、自分はこの国に来て分かれ道を右に折れ、そしてここまで来たところで居眠りをしてしまったのだ。旅人はバギーを降りて村を散策した。人はいなかった。もうずっと住んでいる気配もなかった。旅人さん、道をお間違いじゃないですか。緑の軍服を着た青年将校が声をかけてきた。旅人はその顔を見て驚いた。夢で見たコール中尉だった。ここにはもう半年も前から自分以外は誰も住んでいませんから。しかし今目の前にいる彼は夢の中の彼とはまるで人が変わったようだった。深い悲しみを秘めながらも穏やかな表情をしている。コール中尉は旅人の顔をまじまじと見つめていった。旅人さん、以前どこかでお会いしませんでしたか。旅人は即座にそれを否定した。今からではシティに着くのは夜になってしまいますよ。もしよろしければここにお泊めしてもいいですが。旅人は丁寧に申し出を辞してそこを離れることにした。注意が教えてくれたシティへの道を行かず、そのまま元来た道を引き返して国を出て行った。延々と続く荒野を走りながら
旅人は考えた。自分が見たものは何だったのだろう。時空の隙間に落ちて体験した過去の物語、あるいは不可思議な力の作用によって束の間垣間見た空間の記憶の残滓。それらは超自然の力を借りればまだ説明はつくだろう。だが旅人にとってもっとわからないことは、別れ際にコール注意が残した言葉の意味だった。彼は遠くを見るような目をしてこう言った。ここに人が来るのは3日前、キノというモトラドに乗った旅人さん以来です。自分はその日一度死んで、そして生まれ変わったのです。